お、な、何書いてんの？ママが喜ぶことって何？ずっと動いてるから、まあ喉が渇いてるんじゃない？お茶あげれば喜ぶと思うよ。じゃあ、お茶入れてあげよう。ごめんなさい。ああ、ちょっと拭くから、ちょっと向こう行ってて。いよいよやっとくから。倒しちゃったの？やるよ、やるよ。あ、置いといて。なあ、どうしたの？まだ。まだママはちっちゃいから、ママのことは喜ばされないの。そっか、ママのこと喜ばせたかったんだ。じゃあ俺たち手伝うからやってみよっか。うん。で、これも折って、はい、やったー、終わりましたー、よっしゃー、えい、お、洗濯終わった？終わったよー、終わったぜ、終わったか。え？え？何、洗濯物畳んでくれたん？まあ、ナナトがね、ママを喜ばせたいって言ってたから、まあ、それを手伝っただけですよ。あ、そうだ、ナナ待ってくん、はい、まいちゃん、いつもありがとう。ありがとう。ありがとう。イエーイ。小さな夢、大きな夢、どんな夢も夢で、夢は君が手に入れるのさ、はみ出すくらいでちょうどいい、正直すぎるのは愛の私でも、ムカッときてるのは自分の都合から、この寝顔は私の僕らの宝物です。そう苦しみ、感動、寂しさ、ぬくもり、すべて言う、幸せ常にここにある。小さな手も大きな手も、どんな年になっても君は変わらぬまま、この胸の中、驚くくらいで
はい、というわけでね、今回はあの有名なつんくさんが初めて手掛けた絵本が題材になった母と子の絆を描いた楽曲を家族で踊ってみました。イエーイ、イエーイ。はい、でこの楽曲や絵本には親として本当に考えさせられることがたくさんありました。この楽曲はですね、パパイヤ鈴木さんが振り付けをしてくれたのですが、とても簡単なので家族でね、踊ってほしいと思います。思います。で、結構すごいあれだったよね、覚えるのみんな早かったから、それだけ親子でできると思います、うん、皆さんも今一度絵本を読んだり楽曲を聴いて親子、家族の絆を確かめてみてください。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。ピロン、小さな手の歌もよろしくね。ピロン、ピカン、ピカンだっつってんだよ。どっちでもいいかな、はい、ピカーン。バイバーイ。